最後にこの方、落合恵子さんです。こんにちは。時間がなくなってきたので、とても早口でお話をさせていただきます。今日ここに私たちは仙台原発再稼働を決して決してさせないということと、福島を決して決して忘れないという思いをお互いに約束し、自分自身とも再び約束するために集まってます。私たちが今知っていること、そして推進派があえて忘れよう消そうとしていることを羅列します。もう一度私と確かめます。ご存知のように、九州電力仙台原発、再稼働を動かそうとしている。そしてそれと同じように、茨城県の大洗、新型原子炉の一つ高温ガス炉、再開する見通しも立ってます。一つのことに力をしっかり持つことと同時に、私たちは全部目配りをしていかなければいけない。それは疲れることですが、根っこには何がある、命があるということを私たちは忘れてはならないと思っています。私たちは知っています。この猛暑の夏の中でも、原発ゼロでも生きてこれたじゃないですか、暮らしてこれたじゃないですか。私たちは知ってます。彼らが目をそらしていることですが、原発ゼロでも暮らしは何の問題もない、金儲けするやつらだけが困るんだっていうことを知っています。そして私たちは知っています。今違った意味でクローズアップされていますが、あの吉田町長をちゃんと読めば、ひとたび事故が起きたらどれほど専門家ですら右往左往するか十分に知っているではありませんか。そして私たちは知っています。今もって福島の方々、ふるさとに帰れず、我が家に帰れず苦しんでおられる方が10数万、そこに残っても苦しんでおられる方がいらっしゃるということを私たちは知っています。避難計画など自分たちに関わることではない、責任ではないといったあの規制委員会、火山の専門家も入っていないのです。あの火山が噴火したとき、火山の噴火があったときに何が起きるのか、この国は再び民を捨てていこうとしているということを私たちは知っています。怒りと共感と痛みへの想像力を忘れずに、もう一度約束しましょう。もう一度怒り直そうじゃないか。こんな国を子どもたちに残してはいけないと。先ほど、ペシミズムの話がありました。そうです、私たちは明るく希望に満ちたペシミズムを手に握って生きていきましょうよ。そして動き続ける、声を上げ続ける、それしかできないんじゃなくて、動き続けることが大事なんだって自分に語っていきましょう。デング熱怖いですよね。でももっと怖いのは天狗になった政権なんだって声を上げていきましょう。ここに入ってくるときに、エセタイマーズの方々が音楽やってました。私の世代は嬉しい音楽です。後ろから2番目の曲が雨を見たかいっていう曲でした。クリーデンスクリアウォーターリバイバル、あの頃私そういう仕事してましたから、クリーデンスクリアウォーターリバイバルが歌ったあの曲、雨を見たかい、晴れた日に降る雨を見たかいというあの詩の意味は、ベトナムに米軍が落としたところの劣化ウランを雨に例えて歌って、その結果放送禁止になった曲です。歌でもデモでも声を上げることでも踊ることでも、私たちにできること全部やって、あら、まだ1分あるって出てきました。すごい早口で言ったからだんだん話すことなくなってきましたが、できること全てをやって、とにかく仙台原発再稼働をさせない、そして福島の人と一緒にいること、コッペをやるような首相と一緒に生きていけるかって私たちは考えていきましょう。ただし疲れないように、疲れた時はちょっと休むというのもペシミストの一つの方法だと私は思っています。さあ暑いです、お水持って、疲れたらちょっと休んで、みんなで歩いていきたいと思います。この辺でいいかな。はい、行きましょう、戦いましょう。ありがとうございました。
私、女としてここに参加して、私、名乗るのを忘れてました、司会をさせていただきました、木内みどりです。いつもいつも司会してくださっている、それもすごい気使って、大変な思いをしている木内みどりさん、ありがとうございました。沢地久江さん、落合恵子さんの話を聞いてても、私は力なんか足りないけど、この方たちの後をついていこうと決意をしています。今日は大江健三郎さんも沢地さんも落合さんも川田さんも先頭に立って歩いてくださいます。ぜひ皆さんデモに参加してください。